にちは、まさです。始まりました。ちょっとね、私服がね、2人いて僕だけサンタなんですけど、まあこれが、僕の誠意というか貧乏系なんで貧乏生活、あの学生の貧乏学生じゃないな、これが俺の誠意よ。ファンというか視聴者の方に向けて取り出してる。いや、お前言うな、もうそれ絶対言うなよ。何言うたらあかんの。もう言わんとってくれ、ほんまに。もうそれは取り出せ。うん、やめとけ。だから何や取り出せって。ほんま取り出せやな、自分で言ったよ。俺取り出せでなー。俺だよ、中途半端な取り出せやから、あんまり言わんとってほんまに。ね、モンストコレクションが、第2弾2日目です。ジャンダルク、ダスクめっちゃ好きや俺。いや、クソかっこやろ、ジャンダルク。龍馬と上杉謙信、ユグドラシル、ジャンダルクが、この2日目の、まあ、龍馬もまあもう龍馬2人どっちも持ってるんで、もういいやろ、さすがに。まあでも、折った方が強いの、やっぱり。いや、いらないです。まあ、いらんじゃん、でや、龍馬4体パーツは上杉謙信も強いの。いざなみでいいんちゃうって思うもんな。ジャンダルク欲しいな。ユグドラ、白あれはゼウスの緑バージョンみたいな感じやろ、はい、でもあれじゃん、超絶に使えるん、それって。使えるユグドラにな。俺的には、謙信とかっこいいから、欲しいな。まあ、ジャンヌ・ダルクは持っとる人は見たことない。俺今考えたらオーブ50個しかないやん。まあ、いけるな、多分。まあ、いける。前さえ引くやろな。いや、いきますよ。一発で引いてみせますよ、僕は。まあ、俺試験があったらスーッとフェードアウトしていくだけだな。まあ、それはそれ、まあ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 引くやろ、ほんまに。まあ、で、2人ともあれやろ、10連で引きましたもんね。まあ、じゃあ次俺引くやろ、似た人が。その流れに乗ってね、一発で決めたいなと思います。僕は前20連して最後やったんかな。だから、今回は頼む、ほんま頼むわ。確定出たらもう絶対来ないやって今んとこな。今んとこだってあいつらしか出てへんもんな。今んとこ最初のやつ星5に関しては16体でしたっけ。16体誰か出とうで。16体のうち今もう5体、6体出とうか。いや、名人やん、めっちゃ引いとったもん。サンタヒラやん、名人。サタン、ゼウス、絶対あるね、ほんまに。テキーラ、俺リョーマ、クレオパトラで、マイさんがゴン。ゴンで誰やねん、最後ドンやから。いや、最後まだ略してゴンやん。なんでゴンやねん、最後ゴン。意味わからん。どこのとこ始めゴンなんだ、ほんま。ゴンフリックス。ゴンフリックス。頼む。もうここで決まる。来い。確定ドーン。みたいな。いや、来るよこれ。雷とかいきなり走ってるやん。なんだろう、分かったんだ俺。もう来るんやろなって思った。雷走る。それちょっと来るわ、多分。スライスの。うわ。マジで。いや、頼む。お願いします。頼む。ほんまに頼む。来い。いける、来い。やばい、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 やうわ、終わった。いや、まだあと一匹おるから。いや、無理や。お願いします。無理、絶対無理や。頼む、ほんまに頼む。お前その引きないもん、ほんまに。ゴイドン。うわバリ微妙やったな。こんなことある。お前背振りが2回も。まあ、マジで。ちょ、オーブがなくなったんですけど、これもちょっとね、こんな落ちやろ、ほんまに。これで1回まで行かなかもんな、オーブ。まあな、マジでこれ。ちょっと待って。それかもあれやろな、もう。え、それかもう動画これやり直してオーブやったとか、もう一本も始めるからな。なんでこれだからもうやり直して、この動画なしにしようっていう手もあるけどな。いや、それは無理やわ俺。じゃあもう終わるか。じゃあその2人が、あれか、いやもう引くまでやった方がいいな、2人に関しては。まあ引いてはるからな、10連で俺、ほんまに。まあ僕も。じゃあ全員10連にしよう、もう。俺も、だってこれ4日間ぐらいあるやん。うん、あれで。だから10連で俺引けへんかったと。そういうとこも待ってやろ。もうしゃあないから、それは。うん、だからちょっと申し訳なかったですけどね。まあちょっと引けなかったんですけど、まあ、盛り上がれたんで、まあ、いいかなと思います。でも盛り下がったけど、だいぶ。いや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 、こっからや、こっからや。盛り上がったら、だいぶ。いや、その、この運が、ほんまに、いや、違うねん。いや、違う違う。この運が、逆に二人に、後に、ええことを起こすから、結局意味があったってなるねん、ほんまに。前もそうやったやん、若干。それで、バーンいったやん。だからね、僕はまあ、その、まあ、貯めたというか、気を貯めたんで、二人に当たるように。それ多分次は、名人が引いて、で、光るも引くと。
いう流れを作ったんでね。何が出るの教えて、予想できないの。予想け、うん、何が当たらん、前名人取れて。名人がそれあれやな、名人が、まあ、剣心やな、名人が、まあ、武将の武田信玄と当てたから、まあ、武将系がまず当たるわ。なるほど、名人には剣心が当たると思うで。それだけや、一匹やっけ。一匹やな、名人は。何回目で当たる。今日は一匹でも。何回目っていうのは何個目ってこと。何個目。まあ7個目ぐらいやな。分かりました、7個目に上杉さんですね、僕。まあ上杉が当たると。それはで、ヒカルに関しては、まあ、ジャンヌ・ダルクですね、ヒカルは。多分、うん、多分っていうか、まあ、ほぼほぼ、まあ、99% ぐらいの可能性で多分ジャンヌ・ダルクが当たるよな。で、俺もジャンヌ・ダルク好きやからな、俺も。で、何個目ですか。まあ、ヒカルに関しては最後です。最後にジャンヌ・ダルク。最後にジャンヌ・ダルクが来ます。この予言が当たった。この予言が、いや、すごい。すごいですよね、当たったら。当たったすごいけど、全然当たれへんのか、誰も期待してない。忘れとレベル。それで当たった時に、俺の注目を浴びるということだな。はい、というわけで今回は終わります。次、まあ、名人なんですけど、はい、まあ、あと、それ光で、まあ、僕の予想がね、当たる可能性っていうのは、絶対あるんでね、それも気にしてね、ぜひ見てください。はい、というわけで今回は終わります。ありがとうございました。